彼はね、まあ、まず僕がずっと見てて思ってたことは、毎年3月11日に必ず福島県の岩き市でコンサートしてくれるんですよね。で、まあそういう、なんていうのかな、彼のこう誠実さというか純粋さというか、あの、揺るぎない感じっていうのが僕大好きで。でね、アシッドマン、アシットマンも昔トップランナーに出てくれたこともあって、 で、あれから本当に15年以上経って、今何を考えてるのかっていう、こう、現在地点をね、あのー、コンパスを置くように、二人でこう、探り合いたいな、なんて思っていて、あのー、日食さんもそうですけど、サブタイトルを必ずつけてるんですよ。日食さんは、日食夏子の丸腰。で、サブタイトル、漢字二文字ですって僕が、あのー、最初の打ち合わせで言って、 自分でつけてくださいってお願いをしていて。で、日食さんは丸腰。まあなんかあの、どんな話になるか、すごく楽しみなんですけど。で、大木くんも、まあ普通に言ったら、大木の棒の宇宙だろうねってはなったんだけど、そこで未知っていう言葉をね、あのー、出してくれて、すごく楽しみですね。で、打ち合わせで話してたのは、あの、お酒を飲みながら歌ったりしたことは一度もないって言うんですよ。 で、そろそろ年齢的にも、キャリア的にも、えー、そんな夜がたまにあってもいいかもしれないなぁなんて思ってるとこなんですって言ってたので、大木くんがお酒を飲んでステージに立つっていう、初めての姿を皆さん目撃することができる、そんな日ですね。柳井道彦です。えっと、歌い人、出会い人、有楽町で会いましょう。